る。よくやった、ジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。おかえり、ボス。これで5人揃ったのに、今度は地獄の底まで一緒。彼は泣いている。みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐、ようこそ我が国、我が部隊。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾と。私の手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。すげえ強っ。そいつは私の顔を見た。
生かしてはおけない。ソコロフのことがフレッシュフにバレると厄介だ。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。ジャック、あなたは連れて行けない。ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。流されてゆけ。私はとどまるしかない。スネーク、聞こえるか？ああ、なんとか。スネーク、よく聞け。応急手当てが必要だ。動けるか？うわ、応急手当てをするんだ。頑張れ。よし、いいぞ。治療を始める。パラメディック。スネーク、いい？落ち着いて処置するのよ。しっかりしなさい。もっとひどい兵士を見たことがある。できる。少佐、ザ・ボスが、ザ・ボスが亡命した。そのことは後だ。君の治療が先だ。さあ、しっかりして。まずスタートボタンでサバイバルビュアーを開くのよ。そこでキュアーを選べば治療が行えるわ。治療は装備品ウィンドウボタンを使う薬物治療と武器ウィンドウボタンを使う外科治療に分かれるの。あなたが負っている重傷は左肘と脇腹の骨折に左上腕、右肘、右上腕及び腹部の切創よ。外科治療で処置を行って、まず治療カーソルを左スティックで患部に合わせるの。患部を選択したら武器ウィンドウボタンを押しながら左スティックで治療アイテムを選んで決定ボタンを押すのよ。それでそのアイテムを使った治療が行えるわ。骨折に必要な処置は固定具を使った患部の固定と包帯の2つ。切創に対する処置は消毒薬による傷口の消毒、縫合セットによる縫合、止血剤を使った止血、包帯の4つよ。必要な処置を全て行えばその重傷は完治するわ。わかった。しっかりしなさい。サバイバルビュアーに入って重傷を治療するのよ。
さーて、今日はしますか。よくできたゲームだな、本当に。どうやってんだっけ。消毒縫わなきゃいけないのか。あ、じゃあ使ってる。できた。骨が折れている。包帯巻いていない。包帯巻いて、骨が折れている包帯。包帯、止血剤、消毒液。 OK、 これも同じか。最後同じか。多いな。OK。 これかっこいいよな、ここ。スネーク、よくやったわ。今から迎えに行く。そこでじっとしてろ。回収気球を投下する。設置できるか。これでいい。大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホッドもソコロフももらった。
この女はどうします？何者だ？ソコロフの女らしいです。いい女だ。私がいただく。変な気を起こす。キス・オブ・デス。KGB？ 利用できそうだ。妥協もいい。地に連れて行きます。そうだな。ソコロフの設計局も用済みだ。早速この手土産を使わせてもらおう。ダミさん、敵対しているとはどうしてです。私が撃つのではない。これは亡命したアメリカ人、あの女が撃つ。どうし、核を使うんですか。アラームを忘れるな。大佐。